事態の収拾へ社長自らが説明します。トヨタ自動車の豊田章男社長がリコール問題についてのアメリカ議会の公聴会に出席することになりました。下院が社長本人の出席を正式に要請したことから訪米が決めました。タウンズ委員長から正式に召喚参りましたので、喜んで伺うことに決定いたしました。誠心誠意行っていきたいなというふうに思っております。行く行かないは私の意思では決めれません。あくまでも委員長からの、いわばインビテーションがあって初めて行けるというステップでございますので。販売店の方には伺ったりするんですか？それも考えておりますけど何も決まっておりません。アメリカ下院の公聴会は24日に開かれます。豊田社長はこれまで公聴会には現地法人のトップが出席し、社長自身は日本国内で対応する方針を表明していました。ところが下院が公聴会への出席を正式に要請したことを受けて、社長自ら訪米し直接議会でリコール問題について説明することにしました。一方、前原国土交通大臣はトヨタの対応について苦言を呈しました。お受けになられるという方向になったということは結構なことだと思います。途中は2点3点してですね、出ないとか行かないとかいう話があったということは、私は残念に思っております。